はい、こんにちは、ブルーフォースです。今日は、嫉妬ってどこから来るの？正体に迫れっていう話をしていこうと思います。これはとある小話からスタートしていこうと思うんですけれども、何かっていうと、よいしょ、一部上場にね、勤めていた男性の方のお話ですね。で、課長にその方がなった時の、ショックだったっていうお話なんですが、やっぱり一体何かっていうと、今までね、可愛がってくれてた先輩に、お世話になりましたで、三時張りのね、挨拶をしに行ったそうなんですよ。課長になれましたって。そしたら、お前とは話したくないってね、オーナーゼフが仮に三時に言ったとしたらね、もうね、ブルーになっちゃいますよね。仲のいい先輩だっただけにね、そのお前とは話したくないよってこう先輩に言われたのはすごくショックだったと。でしかも別の人からね、あの人、君の悪口言ってたよ。っていうね、まさかのダブルパンチが来るというね、衝撃的な話があったということなんですね。で、成功の難しさっていうところなんですけど、人の成功を素直に喜ぶのって、なかなか難しかったりすると思うんですよね。で、口ではね、何かこう成果出したら周りはすごいねーっていうね、大人の対応するんですけど、でも本人がいない席なんかでは、あいつは運が良かったんだよとかさ、どうせ枕営業だろうみたいなね、こう悪口言い放題だったりするので、当然そんな事実がもし本人の耳に入ろうもんなら、人間不信なんてことになるのは当然当たり前の話だっていうことだと思うんですよ。で、世の中は不公平だっていう話なんですが、知能とかね、見た目といった遺伝的なものとか、それから文化とか経済的状況といった環境、それから運なんかっていうのはもう全部なんか不公平じゃないですか。見た目がね、みんな同じで生まれてくるわけでもないし、経済的状況で裕福な人もいればそうじゃない人もいるっていうような、で、運なんかっていうのもほんの1秒を家から出る時間が早い遅いとかによって素敵な運命的な出会いをすることもあれば、何も変わらない日常を過ごすっていうことがあるということですね。で、1万時間の法則っていう話があって、これをよくご存知な方多いと思うんですけど、マルコム・グラッドウェルさんという方がその本を書いていて、プロアイスホッケー選手のね、誕生日月について、言及した話があるんですが、同年齢のね、仲間の間で、早く生まれたものが多いという話ですね。日本で言うと4月生まれとか5月生まれのことを言います。で、プロになるためには、その持ち合わせたね、その体格とか足の速さといった、そういった才能だけじゃなくって、同年代の中で早く生まれたかどうかっていうのが、もう好スタートを切っているっていうことを研究してるんですよ。だから単純なチャンスをつかんだに過ぎないんですけど、早く生まれたから、ね、成熟するって、こう何とも言えない話かなと思うんですよね。例えば僕今2、3ヶ月になる娘がいるんですけど、やっぱり同級生の子供を持っているお父さんお母さんなんかにこう聞いたりすると、やっぱ9ヶ月とか10ヶ月にもなってくると、捕まり立ちをしたりとか、ハイハイとか平気でして歩き回ってるっていうね、やっぱり同じ年の中に、年代の中に含められるんですけど、まだ布団の上でチタバタしかできないような赤ちゃんと、もう捕まり立ち もできるようなレベルの赤ちゃんとが、同類になったら、そりゃ捕まり立ちできる赤ちゃんの方がいろいろできてすごいよねっていう、そんなところもあったりしますよね。で、かわいそうな事実っていうのがあって、誰でも持っているもの、持っている人に関してはさらに与えられているか豊かになるが、持っていない人に関しては持っているものまでも取り上げられるっていう話なんですよね。言い換えれば、成功している人に関しては新たなチャンスはもらえるんですけど、そうでない人に関してはチャンスがなかなか巡ってこないっていうことなんですよね。だから、お金持ちの人に対しては、例えばいい儲け話とか、それからお金を持ってるからって言って、美女とかがこう群がってくるみたいな、っていう出会いもあったりすると。だから全部ステータスとして、お金持ってるとか、社会的な地位を持ってるとか、イケメンか美女かっていうもので、上の人に情報とかが集まっていくんですね。でも、その成功っていうのは必ずしも本人の努力だけに起因するものじゃなくて、遺伝とかね、環境とか運においても決定されるのであれば、不条理に関して、あいつばっかりいい思いしやがってって思うことに当然なるということなんですね。で、それに関して、冒頭の後輩が課長になった件っていうのも同じで、先輩からすると、俺のが先に入社してて経験も積んでるのに、なんであいつがっていうふうに思うっていう話なんですよ。ね。で、こんな風に思うわけです。才能ある人にはかなわないなとか、貧乏にはどうせ幸せになることなんかできないんだよとか、何をやっても無駄なんだよなっていう風に思っちゃって、人生投げやりになっていきますわなっていう、そんな話なんですね。で、これに関しては多くの研究っていうのはいろいろありまして、何かっていうと、成功っていうのは、イコール遺伝かける環境かける運かける努力っていう、研究が出てるんですね。で、
努力が占める割合っていうのはそこまで実は多くないんですよ。だから恵まれることがなかった人にとっては、まあ、初めから希望を持つことすら許されないのかで、ね、この努力の割合が低いっていう話が相まってくるとより思いたくなるところですね。しかも他者の成功っていうのが今の時代こうネットを介していやでも目に入りやすい時代じゃないですか。僕もツイッターやってるんですけどね、やっぱ投資でうまくいって資産が何千万ですとかも1億に達しますとかっていう人を見るとわすげえなーなんて思ったりするわけなんですよ。でビットコインで人儲けしたとかね、独立して一山あげたとか、美女美男と結婚したってね、それぞれポンポンポンって見ていくとね、やっぱこんなこと思っちゃうわけなんですよ。ビットコインあ自分も買っとけばよかったとか、一山あげたってやったらもう自分も勇気があれば独立できたのかなとか、それから美男美女とやったらもうこっちは完全に嫉妬ですよね。まあ、美女と結婚した、ね、同級生の男の子とかがいたらあんなフェイスでみたいなね、不釣り合いなのになんて思ったりするわけなんですよ。でこれって見たくないなら見なきゃいいじゃんっていう話も当然出てくると思うんですけど、そんなアドバイス耳に届くわけないんですよ。人はそうした情報を手に入れることで逆に自分よりも不幸な人はいないのっていうことを探したがるんですよ。探した結果自分よりも幸せな人ばっかりが目に行ってなんか嫉妬ばっかり覚えるっていうこともあるんですよ。そこで満足感を得ようとも確かにしてるんですけど、不幸な人はいないかっていうのを探すことによってね、でも結果そうじゃないっていう、まあ、残念な結果に陥ってしまってるケースが結構多いということなんですよ。じゃあ成功、人の成功を素直に喜ぶのは難しいよねっていう話の一方で、喜べる人もいるんですよ。じゃあそんな喜べる人って一体どんな人なのかっていうと、他人の成功を心からおめでとうと言える人っていうのは嫉妬心とかを抱いてモヤモヤするよりも、まあ、よっぽど健康にもいいのは間違いないんですよね。じゃあそんな成功をおめでとうって素直に喜べる人っていうのは、そうじゃない嫉妬しちゃう人と比べると一体何が違うのかっていうと、性格なのかそもそもの器なのか、それとも育った環境なのか、どれなのっていう話なんですよね。で違いが出てくる大きなポイントとしては、一種のスキルなんですよ。何のスキルっていうと、例えばオリンピックで日本代表が勝つと素直に皆さん喜べるじゃないですか。なんかね、普段、水泳とかマラソンとか体操とか全然興味ないという人たくさんいると思うんですよ。そんな中でも、ね、栄光への架け橋だーってね、こう鉄棒で金メダル取る瞬間なんか見たらみんながこう拍手喝采で、マラソンなんかでも金メダルを、ね、1位でゴールする瞬間なんかはうわーってなるし、ワールドカップなんかすごい盛り上がるじゃないですか。普段ラグビーとかサッカーに興味のない人であってもなんか見てみようかなって思って、会場に足を運ばないまでもテレビで見て興奮したりとか、ね、自然とその時って人の成功を喜べてるじゃないですかっていうことなんですよ。だから早とちりしないことっていうのが大事だと。何かというと、人っていうのは他人の成功を喜ぶことができないんじゃなくって、喜べる時と喜べない時があると、この両方が結局あるんですっていうことなんですよ。で一種のスキルっていう話をチェックしたんですけど、ポイント何が違うかっていうと、同胞スキルっていうものなんですよ。同胞スキルって何っていうと、日本人は日本代表を仲間だと思ってるんですね。で一方で競争相手は逆に思う傾向があるんですよ。同胞スキルっていうのは、そのだから自分自身の周りの人たちを仲間だと思う力があるかどうかっていうことなんですよ。で冒頭の話でいくと、先輩が後輩の出世を喜ぶことができないっていうのは、仲のいい後輩が課長になったら悔しいと、つまり競争相手だって思ってたから、もしその競争相手からいや同じ会社で働く仲間だ、同じチームで働く仲間だっていうことで同胞と思えることができるかっていうことが、嫉妬から賛美か、ごめんなさい、嫉妬が賛美かに変わってくる大きなポイントになるという、そんなことなんですよね。ここが重要だということが言えると。で今日の最後の方の話に入っていくんですが、ダニエル・カーネマンさんっていうね、まあ、心理学の研究を結構している方なんですけど、まあ、ノーベル経済学賞も取ってるぞっていう話なんですが、人間の感情っていうのは当然ながら合理的じゃないんですよね。表現とか言い方によっては感情悪化したりとか良くなったりすると、まあ、このことを感情フレーミングっていうんですよね。例えばなんか散らかっているものがあったとして、それ直しといてねっていう言い方をするのと、それ直しといてやっていう言い方とで、なんで直すのきつい言い方すんねんっていうのと、あ了解了解ってこうパッて流すかっていうの、こういうので悪化するか良くなったりするか、こういうの感情フレーミングだということなんですね。でカーネマンの実験の中で参加者に医者に参加してもらった実験があるんですね。で肺がんの2
に関する2つの治療法があると。でそれは手術をするのか、それとも放射線で治療するのかって、まあ、そのどっちかを選ぶかっていう、どちらを選びますかってことを尋ねるんですね。で5年後の生存率に関しては手術する方が高いんですよ。ところが手術の方が失敗する危険性も高いと。じゃあどっち選ぶのっていうことをしたんですね。で被験者である医者を2つのグループに分けました。何かっていうと、生存に関するデータと死亡率に関するデータとそれぞれを見てもらったと。で生存に関するデータは手術後の生存率っていうのは 90% ですよ。つまり10人受けたら9人は生きていると。で死亡率に関するデータでいくと、手術後1ヶ月で死ぬ確率は 10% と、つまり10人手術したら1人は死んじゃいますよという話ですね。で結果どっちを選ぶかっていうと、もう言わずもがな、生存率に関するデータを選ぶ方が死亡率に関するデータを選ぶ方よりも多かったってことですね。つまり生存率 90% はいいことなんだけど、死亡率 10% はやばいと、高すぎると。で事実は同じなんですよね。9人生きて1人死ぬっていう事実はどっちから見ても同じなのに、捉え方がプラスなのかマイナスかなのかで大きく異なってきますよということなんですよね。でこれっていうのは嫉妬の話も同じなんですよ。ちょっと閉じましょう、ごめんなさいね。嫉妬の話も同じなんですよね。人の成功も捉え方次第なんですよ。あいつなんかがっていう風にマイナスで見ていれば当然嫉妬心が生まれてくるんですよね。ところが同胞スキルっていうのを意識することで、あ、同じ会社で働く仲間だからとか、同じ釜の飯を食う仲間だからっていう風にプラスに見ることができれば、自分のことを同じように見てくれる人にも囲まれるし、結果プラスの要素で心を満たすことができるから健康にもいいし、でコミュニケーションをスムーズにいくということなんですね。っていうことを考えた上で今日の話の結論です。どちらの人生を生きたいですかっていうことですね。これがまあ嫉妬の正体からどう生きていきたいかということをまあ判断していく、まあ、そんな材料に今日していただけたらいいかなというふうに思います。ということで本日の動画は以上です。またね、お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。